今日は微分の計算問題を解いていくのだ。最初の問題は x2 乗の微分。簡単なのだ。答えは 2x。 さて次の問題は、うわ、何なのだ。何が起きたのだ。っていうか、ここどこ？とうとう来てしまったのね。その声はメタン。ここは始まりの場所。また何かに影響されたんだろうな。何かお困り？あ、そうだった。なんか急に変な問題が出てきたのだ。微分の ddx の記号にルートがついてる。何なのだ、この奇妙な数式は。なるほど、そういうことだったのね。え、どういうこと？これはおそらく半微分の記号。半微分？そう、半分だけ微分するという意味よ。半回微分や2分の1回微分という言い方もできるわね。半分だけ微分するってどういうことなのだ。微分を途中まで進めるってこと？ちょっとよくわからないのだ。私も半微分の存在は噂に聞いただけなのよね。え、そうなの？一緒に考えてみましょう。了解なのだ。半微分について理解するために、まず2回微分についておさらいしましょう。それなら僕も知ってる。2回微分とは微分を2度繰り返すことなのだ。その通りね。関数 f(x) の2回微分はこのように表される。そしてこれは f(x) の微分の微分を表す。確かにそうだった。ところで2回微分はこのように表記しても間違いではない。ちょっとマイナーな記法ではあるけどね。半微分を考える上ではこちらの方が説明しやすそうなので、今回はこちらの記法を採用させてもらいます。許可する。この考え方をベースに次は半微分、つまり2分の1回微分を考えましょう。あまり聞き慣れない言葉なのだ。私も今日初めて使うからね。まずさっき問題になったのはルート ddx という何かだったわね。そうそう、それなのだ。ルートは2分の1乗とも表せるからこう書いてもいい。ちなみにこれについても一般的な記法はこういう感じなのでご注意ください。了解なのだ。ところでこれってさっきの2回微分の2を2分の1に置き換えたような記号なのだ。その通りね。このルート ddx はどんな性質を満たしてほしいかしら。そんな急に言われても。じゃあルートってどういう意味だっけ？それは2乗するとその数になるような。あ、わかったのだ。もしルート ddx という何かが存在するとしたら、ルート ddx を2乗すると ddx になってほしいのだ。そう、これがまさにルート ddx に求める性質ね。つまりルート ddx という何かを f(x) に2度作用させると f(x) を微分したのと同じ結果が得られる。そういうルート ddx を構築しましょう。なんかすごいものを構築しようとしているのだ。でもそんなもの本当に存在するのかな？それはわからない。でもこの問題の式に何か意味付けができるかもしれない。とりあえず挑戦してみましょう。承知したのだ。ひとまず通常の n 回微分を考えてみて。なんで n 回微分を考えるのだ？何か半微分のヒントが隠されているかもしれないわ。ふむ、よくわからないけどとりあえずやってみるのだ。ひとまず a は自然数とする。xa 乗の微分は axa-1 乗となる。有名な公式ね。さらにこれをもう一度微分すると2回微分になるのだ。a はそのまま持ってきて、ここを微分すればいいから a-1 xa-2 乗となる。その調子ね。これを繰り返していくと xa 乗の n 回微分は a-1 a-n+1 xa-n 乗となるのだ。なるほど。そしてこの結果は階乗を使うとこのように表せるのだ。いい感じね。ここの式変形は知らないと難しいけど、階乗を具体的に書いてみればこんな風に分母が分子の一部を打ち消す様子がわかるわね。かっこいい式変形なのだ。さてこれで n 回微分を n を使って表すことができた。ずんだもん、何かヒントは得られたかしら？半微分のヒントのこと？なんだろう。半微分、つまり2分の1回微分。そうだ、n 回微分の n を2分の1に置き換えたら半微分になるんじゃないかな。素晴らしいアイディアね。でもこの式で n を無理やり2分の1に置き換えようとすると、ここが整数でなくなってしまうのだ。そんなことしてはいけないのだ。確かにそうね。普通階乗は0以上の整数に対してのみ定義するものだから、階乗を一般化する必要がある。一般化？整数以外の値にも対応するように階乗の概念を拡張するということね。そんなことできるの？もちろんできるわ。会場を一般化したガンマ関数というものがある。ガンマ関数は区間が無限の高議積分で定義されている。t で定積分してるから x だけに依存する式になってるわ。だいぶ難解な式なのだ。ちょっと難しいからこの式の理解は一旦置いといて、今は会場を一般化した関数があるということだけ押さえれば大丈夫よ。了解なのだ。今回は実数 x 大なり0で考えるけど、本当は複素数に拡張することもできる。ちなみに y=γx のグラフはこんな感じになるわ。だいぶ極端な形をしたグラフなのだ。面白い形よね。ここでガンマ関数の基本的な性質を見ていきましょう。証明はしないけど、実はこのような等式が成り立つ。ふむふむ。まず1歩目の式はカッコの中身を1減らすと中身が前に出てくるという内容になってるのだ。その通りね。実は2個目の式と組み合わせるとガンマ関数が会場の一般化ということが見えてくるわ。整数 n 大なり=0に対しガンマ n+1 を計算してみて。とカッコの中身を1減らすと中身が前に出てくる。確かにそうだったわね。そしてもう一度カッコの中身を1減らすとまた中身が前に出てくるのだ。順調ね。これを繰り返すと最後はこのようにガンマ1が出てくるのだ。ガンマ 1=1 だからこの部分だけが残る。これはつまり n の階乗のことなのだ。うまくできてるわね。ゆえにガンマ n+1=n の階乗となる。ありがとう。ずんだもん。1だけずれてはいるけど0以上の整数に対して階乗になってるわね。そして今ガンマ関数は正の実数に対して定義しているから確かに階乗の一般化と言えるのだ。さて、さっきの話に戻りましょう。x 以上の n 回微分はこのように表すことができた。ここで階乗をガンマ関数を使って書き直そう。ガンマ関数で書き直すと1だけずれることに注意して a の階乗はガンマ a+1 となり a-n の階乗はガンマ a-n+1 となるのだ。じゃあ n 回微分の n を2分の1に置き換えてみましょう。ガンマ関数は正の実数に対して定義しているからここに2分の1を入れてみることはできる。やってみるのだ。まずここの n に2分の1を無理やり代入したとして、とりあえずこのように書いてみる。ルートは2分の1乗だからね。次にこことここの n にも2分の1を無理やり代入してこのようになるのだ。なるほど、面白いわ。もし x 以上の半微分というものが考えられるとすればこのような形をしているのかもしれないわね。半微分すると指数は2分の1だけ下がって係数はガンマ関数で結構すっきり書けるのだ。これは興味深いわね。ちなみにここからは x の指数は整数とは限らないので x 大なり0として考えることにします。ちょっと今回変数の設定が甘くてすみません。では気を取り直して、これが半微分と呼べるものであること、つまり2回作用させると微分と同じ結果が得られることを確認しましょう。ずんだもん、できる？やってやるのだ。さっきx 以上の半微分はこういう形だと考えた。そして半微分をもう一度やってみるのだ。一度半微分した結果をもう一度半微分すればいい。とりあえず通常の微分と同じように定数倍は前に出せると考えることにして、ここでさらに半微分すれば OK。これまで x の指数 a は自然数だけで考えていたけど、まあとりあえずこの式を無理やり適用してみるのだ。まずここまではそのまま持ってくる。そして半微分の式に a-2 分の1を入れてみる。するとこのようになるのだ。ふむふむ、なるほど。今度は分子に2分の1が出てくるのね。よいしょ。さて、この部分は消えるのでこういう式になる。さらにガンマ関数の性質を使ってカッコの中身を1減らすと中身が前に出てくるのだ。よって結果は axa-1 乗となる。そしてこれは ddx xa 乗、つまり xa 乗を微分した結果に一致するのだ。素晴らしいわ、ずんだもん。ありがとうなのだ。これで半微分を2回作用させると微分と同じ結果が得られることが分かった。なかなか衝撃的な等式ね。つまりこれはこういう結果を意味しているのだ。まあ確かに気持ちとしてはそうね。今は xa 乗しか対象にしてないけどね。何はともあれこの半微分の式の妥当性が分かって安心したのだ。まあ確かに的外れな考えではなさそうね。ところでこの係数をもっと具体的に計算してみましょうか。そんなことできるの？ a を実数と考えると難しいけれども自然数と考えればまだ進めるわ。じゃあ m を自然数として半微分をガンマ関数を使わずに表してみましょう。まずガンマ関数の性質を使うと分子はこのように書けるわね。ガンマ1は1だから分子は m の階乗となるのだ。その通りね。そして分母はこのようになる。最後は2分の1まで進めてガンマ2分の1が残ることに注意なのだ。ここで分母と分子に2を m 回かけましょう。つまりこの一つ一つに2をかけることになるから、まず分子はこのようになる。確かに。そして分母はこうなるわね。あれ、どうしたの？このルートパイは何なのだ？ああ、そこはガンマ2分の1の計算結果なんだけど、証明は大変だから省略するわね。円周率の π がどこから出てきたのか不思議なのだ。気になる人は調べてみてね。説明しませんということね。よいしょ。さて、この式実はこんな感じにシンプルに書けるわ。ちなみにこの記号は二重階乗といって一つ飛ばしで階乗するって意味ね。これで xm 乗の半微分をガンマ関数を使わずに表せた。やっぱり結果に π が含まれるのが不思議なのだ。これまでの話をまとめると xa 乗の半微分はこんな形をしていると考えた。2回繰り返すと微分になるのだ。今日は a を正の整数または半整数として話を進めたけど、あ、半整数というのは整数から2分の1だけずれた数のことね。今日の話を振り返ってみるとガンマ関数の定義域に注意しつつ a を実数に拡張できそうなのだ。確かにそうね。さらに x の指数が自然数の時、半微分はガンマ関数を使わずこのように表すことができた。ちなみに指数が半整数の時は同じような計算でこういう結果が得られるわ。x の指数が整数と半整数の時で場合分けする必要があるのだ。その点ではこっちの方が一つの式で表せてすっきりしてるかも。まあ一長一短あるわね。あと最後におまけで半微分の例をグラフにしてみたわ。青色の曲線が y=x2 乗、オレンジがその半微分、そして緑色が通常の微分のグラフね。おお、これは半微分は元の関数とその微分の中間みたいな形をしているのだ。図で見ると本当に半微分って感じがするわね。さて、今日は半微分という未知の何かについて手探りで話を進めてきたけど、ちゃんと勉強してみたいという方は分数解微積分学で調べてみてね。へえ、そんな分野があるんだ。じゃあ私はそろそろ帰るわね。お疲れ様なのだ。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。